ルブ日本野球機構は30日、ヤクルトのキャプテン山田哲人選手、31と守護神、田口和人投手、28の出場選手登録抹消を発表しました。画像、開幕戦で存在感を放ったヤクルト新加入の西川春樹選手。山田選手は29日、中日との開幕戦で5番セカンドで先発出場。 2回の第1打席でツーベースヒットを放ち、続くサンタナ選手のガイアフライで3塁へ進むなどチャンスメイク。直後の守りにつきましたが、3回の第2打席で竹岡隆生選手に代打が送られていました。田口投手は4点リードの9回に登板、2本のヒットと死球でノーアウト満塁としましたが、レフト西川春樹選手の好守備もあり、犠牲フライの1点でしのいでました。 開幕2戦目から首相と守護神の離脱とチームにとって大きな痛で、代わりに宮本城選手28と丸山翔太投手25が1軍へ昇格。またこの日先発の吉村幸次郎投手も1軍昇格しています。